はいどうも、鶴ちゃんでございますえー、今日は5月の21日ですね火曜日ですね皆様いかがお過ごしでございましょうかもうだいぶ暑くなってきましたねもう外に出て歩くだけでも汗が出ておりますけれどもえー、今日はまたですねいつも通り五章二編五章二編ですねやっていきましょう えー、テキストお持ちの方は、277を見ていてください。今日は、王土のご返事と、もう一つが、四条金吾殿、女房ご返事と。ということで、読んでいきたいと思います。今日午前には、災いも、 返事で幸いとなるべし。強度のご返事意味ですね今日午前の病気も転じて幸福としていくことができるのであるとこれはまあそのままの意味ですね続きまして33の役は 転じて三十三の幸いとならせたもうべし。七男はすなわちめっし。七福はすなわち正ずと。とはこれなり。年は和光なり、福は傘なり、そろべし。と。四条金吾殿、女房お返事と。 えー、これはですね、あの、厄年の話ですね、えー。33歳の役は転じて33の福となるであろうと。七難が立ちま、直ちにですね、七難が直ちに滅して七福が直ちに生ずるというのはこれであると。年は 若返り、服は重なるであろうということですね。我々、ね、仏法者にとっては、厄土師であろうが関係ないということですね。はい。ということで、本日の動画は以上で締めくくってみたいと思います。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。すでに登録してくださっている皆様もありがとうございます。 ではまた次回の動画でお会いしましょう。